これは暑いと思って、なんかねじんわり暑くて最近、あれ10月だよなとか思いながら、うん、ありがとうみんな、ポムかわいよい、今日も嬉しい。普通にさ最近なんか全然暑くて、だからなんかもう秋だからエアコンつけなくていいかなみたいな感じで、なんか気分的にはもうそういう秋モードだったんですよ、もうここ数日だから。エアコンももう今年は終わりだなみたいな感じでつけてなかったんですけど、なんかねつけないとなんか暑いよなって思いながら、なんか心をねなんか騙して、なんか騙し騙しでここ数日過ごしてたんですけど、いややっぱ暑いと思って普通に今日またエアコン復活させた。そうあのね夜になるとねほんとねマシになるんだけど、日中とか本当に暑いですよ。長袖着たらまだ早いってなるエアコン復活した、またでもそうなんだよね、急に寒くなったりするんだよこの秋っていうのは本当に。こんばんは。あ、そうですね、今日の花だれ公演はなんと私のポジションにアンダーでくるくるが入ってましたね。ちょっと配信を見てました。あのユニットとか全部見たよ、くるくるが踊ってるところ、頑張れって思いながら。でちょうどその時にくるくるファイトってファイチョーかファイチョーってツイートしたんですよね。頑張ってました、歌がお上手で可愛いですね。なんかすごいあの小動物って感じ、なんか可愛いなって思う。でつぶやいてはないけどリオ2も今日初日だったから、リオ2もちょっと見守ろうかなと思って、ちょっと全部は見れなかったんですけど、あの今日初日だった研究生の2人をちょっと応援しながら、リオ2とくるくる応援しながらちょっと見てました。いやでもね今日そんな忙しくなくて、ただ本当に個人的なことでちょうどあれだったので、うん、少しだけだったんだけど見たのが本当ここ最近はめちゃめちゃ7月8月に比べたらね、ここ数日が本当遅めのバカンスみたいなバカンス？なんていうのかな、夏休みみたいな感じですごいいい感じにゆっくりさせていただいてます。何日目かな、結構もう結構ゆったり過ごせてる。そうだからさお腹が空かなくてやっぱ踊らないとお腹空かないんだと思って、うん、あと人と話さない、なんか人と話すこととなんかやっぱ体を動かしたりすることってめっ
ちゃもう当たり前だけどめっちゃ大事だよなって思います。なんか食欲も湧くし、なんかやる気も起きるし、そうでもまあそうですね、こういうなんか一人の時間を大切にするとか、体をゆっくり休ませるとかっていう時間も必要っちゃ必要ですね。こんばんは。だからさ、お腹空いて、なんかお腹空いてなくても食べるっていうのがさ、なんかすごいもったいなく感じて、シースルーバッグ似合ってる、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。最近もうあのちょっと垂れ流してる。なんかね、なんかお腹空いてなくても食べるとか、なんかちょっとだけ暇つぶしに食べるみたいじゃないけど、なんかそれがすごいもったいなく感じて、そこだけ惜しい。そこだけ惜しいです。こんばんは。あ、世紀末の人間さん、ありがとう。今日もポムのタワーをありがとうございます。ポムくん、プリンくんか。ありがとう。あ、テロップ入れよう。え、イケちゃん、あー待って、あれか、100万円ゲットするやつみたいなやつか。なコメント欄で何言、なんか何言ってるんだろうって思ったけど、前ユキリカが出たやつか、太鼓の達人で、で今回池田ちゃんが歌唱で出たの、さっき放送あったん、うーん見逃した。そうなんや、すごいね。なんか池田ちゃんって本当にさ、いろいろ出てるから、何気さ、いろんななんか夜のバラエティ番組なんか出てるよね。バラエティじゃない、なんていうのかな、そういう歌絡みのやつでさ、いろいろゴールデンタイムの番組に出てるからすごいよね。でもまあ確かに48グループの中で一番ね、うまいっていう、ナンバーワン取ったっていうだけあるから、そりゃ出るよね。バラエティじゃない、なんていうのかな、ああいうのバトル番組、すごいね。なんか誰よりも出てる気がする、すごいな本当に。こんばんは、こんばんは。メール来た？送った？歌唱力番組ですかね、歌唱番組。今晩も私はプリンくん推しです。こんばんは。一途です、変わることない。思い、一途な思い。あ、ちょっとさっき あのメールにも書いたんですけど、やっともうずっと9月の中旬ぐらいから、
どうしようかな、今年の生誕 T シャツどうしようかなってずっと悩み続けて、やっと10月の2日にしてデザインが出来上がったんです。そんな凝ったデザインじゃないんですけど、まあ、どういう方向のデザインにするかっていうので、ずっとなんかどういうジャンルにするかでずっと迷ってて、なんか普通に去年と同じようにちょっとなんか何やろ頑張っておしゃれにしてみようかなみたいな、でも今年はちょっとなんか面白系にしようかなって、もうずっとそのジャンルで迷ってたんですけど、とうとうねどっちかにとうとう決まりまして、デザインが決まりまして、だから今年はちょっとそうですね、まあ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 何とも言えないんですけど、出た時にいろいろ話したいと思います。しかもね、色もね何色にするかも考えずっと考えてて、去年は普通に白に黒のデザインやったから、まあハートが赤とかやったんやけど、まあ、そういう感じやったから、まあ、今年はオレンジか紫ペンライトカラーにしてもいいかなと思って、私もずっとねどうしようかなって考えてたんですけど、今日やっと提出したんですよ。だから私の生誕祭にそれを皆さん着てきてくださいね、ぜひ。外で着れるかどうかどうなんでしょうね、どうなんだろう、まあその人による人による、人によるかな、皆さんの着こなし次第かな。そうですね。意外とね、意外と切れちゃうかもしれない。まあそれはまあいつかな、11月の末ぐらいかなにはなると思うんだけど、楽しみにしていてください。私の生誕祭は12月にあるよね。12月忙しくなってほしいな、やっぱりスケジュールがたくさん埋まってほしいな。私の生誕祭の怒涛の師走にしたい。お、今日で982日目。982ワン、あともう少しですね、9月の20日、9月の20日で1000日、年越しも忙しくなってほしい。12月1月はなんか忙しい月になってほしいです。今ちょっと体力温存しといて、あ、10月です、間違えた、10月20日です。10月20日が千日記念、
今はちょっと体力温存しといて、で11月からちょっとこう徐々に、おーみたいなおーこれは早くみんなに発表したいみたいな、なんか嬉しい報告ができる状態で、で12月はもう駆け抜けたい、で1月も大騒ぎって感じ、祭り祭りお祭りお祭り騒ぎで、2月にちょっとあの冬休みがいい。なんかショールームすると眠くなるのなんでだろう。こんばんは。なんかさ、眠くなるんですよ。ありがとうみんな、ポムポムプリンありがとうございます。安心感、まあ確かに公園であくびは出ないから緊張感がないんか。あとさ、なんかよくさ眠そうって言われるんやけど、多分コメントを見よるけんさ、多分目線が下に行ってこうなるんよね。だけんそれが眠そうに見えるのかなって思うの。どう？こうやったら目線上がる？でも私の顎が切れて、顔だけになる。生首みたいな顔だけアイコ、顔だけアイコ。ポンポンプリンが口に入りそう。あ、いいですね。皆さんのギフトをここで受け取ります。今星食べた。ポンポンプリンはプリンだから美味しいですね。
ポムコジ。今日はちょっとクリップ買いました。髪の毛につけるクリップを買いました。シルバーのクリップ、ここに後ろで留める。止まらん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 、下手くそですね、止まらん このクリップはなんか最近こういう大きめのクリップがたくさん売られてて、ずっと気になってはいたんですね。それで今回買ってみました。止まってる？これどうですか？なんかね、ここのデザインがねあれなんですよ、くるーんってなんか円描いてるやつやったり、あ、止まっとる。あっぶな、今鏡画面に見せようとしてしまった。え、映ってないよね、映ってないよね。大丈夫よねまあでも映ったとしても全然あれなんですけどね、全然部屋汚くないんだけど。危なっ、部屋映るところだった。はい、こんな感じでちょっとシルバーアクセにハマってるんですよ。見えてないけどこっからは見えてないけど、まあ、こういうさりげないシルバーアクセサリーにハマってます。こんばんは。イヤリングも今日はシルバーなんですよ。なんかね、シルバーがね似合わないって思ってたけど、意外とつけてみるとね可愛いんですよ。
いつもゴールドのやつばっかりつけてたから、意外とねシルバー今いけるんだなって思いますね。かわいい、ありがとうございます。調子に乗っちゃいます。調子乗っちゃって、シルバー、ゴールド、どっちも似合う。調子乗っちゃって嬉しい。そうなんですよ、イエベだったらゴールドとかのなんかゴールドとか、あとアキナ、イエベアキなんで私、あのゴールドとかなんかベージュとか茶色とかオレンジとかが似合うんですよ。なんですけどなんかね、シルバーとかに、シルバーでもなんかね、テカってるシルバーはあんまり似合わないんですよ。なんかツルンみたいなシルバー似合わなくて、なんかちょっと曇ってるシルバー、なんか一円玉みたいなシルバーだったらいけるんですよ。なんか銀にもね、銀シルバーアクセにもいろいろあって、なんかちょっとくすんでる銀だったらいけるんです。なんか似合うんですよ。1円玉って言ったら一番わかりやすい、あの1円玉そう、1円玉系のシルバー、シルバーアクセが私似合うんですよ。っていうことに気づきました。今日はちょっと危ないですね。倒れそうになったり、鏡映しそうになったり。おっ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 。10月5時これ三脚ですよ。あのコード今引っ張っちゃったから前に倒れそうになった。1日1回ボケてる。最近1日1回ボケることにした。どうですか、私のボケ伝わりましたか。みんなのあのツッコミ見てちょっとニヤニヤしてました。でもさ、あのいいねもさ、リプもさ、こう許可が出ないとできないから、ちょっと毎日はできなくて、リップ編はね。
分からない、分かりにくい、分からないのが悪いんだよ悪いってことはないけど、まあ、いろんな種類の、ボケをするので、いろんなボケをするので、まあまあそれに付き合ってくれたらいいなっていう感じです。でもさ、結構さ、ガチレスでさ、あ、マジレスでさ、笑いの方向性がよくわかんないよみたいなリプがあってそうそう、それがなんかね、むしろ面白かったなんか本気で困ってる感じがむしろ面白かったね。まあ、いろんな角度から私もなんかそのツッコミを見させてもらってるので、私もどのツッコミもすごい大事に宝箱に入れていくような感覚で見ていきたいと思います。ちなみに私がちょっと突っ込んでほしいなって思ったワードとしてはまあまずあれって、まあ、スパイダーマンかっていうことですよね。スパイダーマンやんけっていうところが、まあ、まず気づくところじゃないですか。まあ、そこからそこからちょっと、そうですね。なんか、なんですかね。もうなんて言ったらいいんやろうね。うん、そこからまたちょっとひねった部分を見られたら、私の理想だったかもしれない。そうそうそう、ひねり、ちねりですね、ちねり、ちねりちねりの、ツッコミのちねりが必要待って、今日の、リプランちょっと見ますね。ちょっと今回のツイートのツッコミ MVP 決めます。今からでも間に合いますよ
また小島愛子って言ってさ、こうあれあった。おお、え、見てください、こんな私、こんな私の顔が並んであるんですね。すごい、はい、なんかこういうので見るとすごい。はい、じゃあリプラン見ていきます。おお、ちょっと面白い。なんか全然分かってない人のあれが一番面白い。はい、はい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 。あ、ちょっと待って待って、これは面白い。え、ちょっと待って、この方がちょっと今回のツイートの MVP かもしれない。わあ、すごい合成。難しいって言われとる。ほう、面白いですね。ということで、今日のボケのツッコミ MVP は、どっか行った。あ、あった。優勝者のツイートにいいね。あ、そうです。あ、でもね、しちゃい、なんか許可が出るときと許可が出ないときがあって、なんか今こうピッと押すのはちょっとダメなんですよ。だからここで言います。トーモさんのリネタンが暴れてますですね。これがちょっと面白かったです。おめでとう。これでした。いや、皆さん本当に面白いです。なんか思ったよりもたくさんなんか付き合ってくださって嬉しい。ということで、明日もツイートします。
みんなにいいねをしたい。でもね、本当にね、なんか最初からね、こんななんかねってなれて、私すごいね嬉しくて幸せだし、なんかそれに付き合ってくれてるのがありがたい。はい、ってことで、まあ、明日のボケはもうちょい難易度抑えていきたいと思います。めげずにいきましょう。私もね、ボケる側としてはね、結構ね、なんかちょっと恥ずかしいって思うんですけど、思うんだけど、まあ、その恥ずかしさを乗り越えたら、なんか歌唱力でも度胸がつくかなと思って分かんない、つくかどうか分かんないけど、まあ何か何かしら役に立ったらいいなと思ってやってます。まあちょっと一つの趣味なんですけど、こういうの。頑張ります。ちょっとめげずにボケ続けます。メンバーに何してるのって思われても、言われても、ちょっと一日一ボケ、メンタル強化の一つとしてやっていきます。でも皆さんもなんか、あ、うまいこと言わないととか思わなくて全然よくって、本当になんか、あ、また今日もなんか夜ぐらいの感じで突っ込んでください。はい、楽しいです。今のところは私はすごく楽しんでます。いいんですよ、もう楽しんだもん勝ちなんですよ、この世界は。そうね、本能のままに。確かにメンバーにも突っ込んでもらいたいかもしれない。はい、こんばんは。誰がツッコミうまいかな、どうやろう、ソラハさんとか。うまそう。私が好きなお笑い芸人さんたくさんいるんですけど、あ、わかる、パセリツッコミうまいよね。ボケ担当じゃないと思う、ツッコミ担当だと思う。サーヤンは多分ボケ担当だと思うよ、ボケツのボケかツッコミかで言ったら。リコチはどっちもいけるかもしれない。うん。私もどっちかっていうとボケだと思う。ツッコミじゃない。
でも確かに2期生ボケ担当が多い気がする。ツッコミ不足かもしれない。こんばんは。ボケの渋滞。ああ、みなみさんツッコミ担当ですね。でもね、なんかね、そのツッコミ危ない。でもそのツッコミ役、待って、めっちゃ私の顔が大画面。え、めっちゃ私の顔が大画面になった。まあいいや。こんばんは。何の話してたっけ。何の話してた。あ、ボケかツッコミか。あ、そうだそう、あのツッコミって結構なんか声がなんかこう、なんて言うんだろう、落ち着いてたら面白くないんですよ。あとなんか結構のんびりしてたらダメなんですね。結構テキパキなんかこうやる人、あとなんかこうちょっと声をなんかこうわーって張る感じの方、わーって言える人の方が面白いと思うんですよ。声が大きいって大事だと思う。だからね、だから私はツッコミじゃない気がする。そういう声してないと思う。あ、確かに短い言葉で分かりやすく面白い言葉を言うっていうのも大事ですよね。分かる。でもなんかクラコンはあの絶対にボケ担当の方が有利な番組なんですよ。もうあれボケ散らかしてなんぼボケ散らかしてなんぼの番組なので。え、私の顔が今口しか映ってない。あ、え、あ、え、なにこれ。
あれ、なんか今自分の顔がすごいここしか見えてない、今ここしか見えてない、私の携帯だけですか、今自分のここ、ここしか見えてない、みんなに映ってるんだ、動かんくなった、あ、動いた、うわー、めっちゃ画面ちっちゃくなったえ、ちょっと縦にし、縦にして、あ、戻った、戻った、どんどん、あ、りのんちゃん、タワー、うん、ほんとだ、ありがとう、りのんちゃん、ボムボムタワー、ありがとう、あ、イラスト描いてなかったね、描きます、まずは世紀末さんから、シューシュー、くる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 、ブンブン、お、なんかもうだいぶ上手くなったかもしれん、ポンポン書くの、よし、これで、イエス、んで、ピンクにしよう、ハート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 、世紀末の人間さん、ありがとう、はい、本当に無理はい、分かった、私コード踏んどるけんや、
じゃーん。世紀末の人間さん、ありがぽむ。ポム。ではもう一つ、りのんちゃん、あ、ちょっとやばい、ポンポンプリンじゃなくなりつつある。やばいやばいやばい。まあ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 、はい、3体のポン。はい、りのんちゃんありがとう。うごうご、最近中のポムです。みんなそれぞれ家に帰ってます。帰宅中か。ありがポム。あいこちゃん大好きポム。かわいいんだけど。こちらこそありがポム。キポム、ありがとう。
明日もからも頑張れる。いやそんなこと言われたら私も頑張れます。はい、ということで今日もポムを書かせていただきました。ありがポムです。皆さん本当にたくさんのポムちゃんありがとうございます。そろそろ1時間あもう1時間経ったね。ということで終わりたいと思いまポム思いまポム。エンディング流しますか。覚えてますよ私エンディングソング。ドゥルルルトゥ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 ルルルトゥトゥルルルトゥトゥルルトゥトゥルルルトゥトゥルルルトゥトゥルルルトゥ。今夜の配信もご覧いただきありがとうございました。こじこじ愛こじ温泉へ、こじこじ愛こじ温泉へ、一度入ると出られない、こじこじ愛こじ温泉へ。まあ今日はそうですね、日曜日ということで明日からお仕事の方も多いと思うんですけど、皆さん月曜日そこまで好きじゃないと思うんですけど、私も頑張りますので一緒に月曜日明日からも新しい1週間乗り越えていきます。乗り越えていきましょう。こじこじ愛こじ温泉へ、こじこじ愛こじ温泉へ、こじこじ愛こじ温泉へ。なんかでも最近本当に私は結構ゆったりした一日を過ごすことが多くって、なので、まあ、余裕があると本当に人間はなんかこう心にも余裕ができるので、皆さんも皆さんもね、あのゆったりとした穏やかな日を過ごしてほしいなと思います。最後の段階ですよ皆さん、一緒に拍手をお願いします。ドゥルルルテッドゥルルルルテッドゥルルルテッドゥルルルルルルル。毎回笑ってしまう。こじこじ愛こじ温泉。まあ今度私が皆さんに会えるのは兵庫のベーシックホール、兵庫の、あ、神戸の花だれ公園ですね。頭の上から押さえつけ、あとはフェスに出ます。10月の13日に出演するんですけど、中野ゼロ大ホールということで、出すとその腕どうなるわかるかな。はい、8月よりみんなに会える回数はちょっと減っちゃったけど、今月も皆さんと会える機会あるので楽しみにしてます。ということで今日もこれで終わります。ラーラー、はい、ありがとうございました。ランキング読みます。13位ケンケンさん、12位ウミガメさん、11位ヒゲメガネさん、10位ダースーさん、9位シロフクロウさん、8位クジマサさん、7位ヨッシーさん、6位ウォニさん、
5位ケイチさん、4位カラメルさん、3位カタカナのタカさん、2位リノンちゃん、そして1位は世紀末の人間さん、ありがとうございました。それではまた明日。親ポム。